賢くも天皇陛下には彫刻の公募連綿として発行に輝く紀元2600年にあたり伊勢神宮及び各山陵に親しく紀元2600年の公募をご報告時間克服をご記念あらせられるため6月9日球場御発連初夏の風薫る京都へ聖画を進めたまいました。7年ぶりに京都に行幸を遊ばされた天皇陛下には天気ことのほか恩麗しく沿道民草の崇拝を受けさせられつつ同じ日午後5時45分1億国民教区感激のうちに京都高級に着儀をあらせられました。